つだろう。なんだね、どうすんの、 急ぎ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 探偵モードで走りなさい。仲間のパワーを鼻に集めて推理、うろちょろライバル先を越さんじゃなるものか。コンパス手に持って追いかけろ、大接近無茶な罠はすっ飛んで飛び越えろ。磁石チェンジやればできる夢はすぐそこだ。天才じゃ表彰台は一番上に行こう。ワンダフルートには3つの使い方がある。使い方1、ワンダバッテリーを瞬時に充電させ磁石チェンジを可能にさせる。使い方2、いつでもどこでも相手を呼びつけることができる。使い方3、相手を元気づけ最大パワーを発揮させる。はあ、全然ならないバオよ。この取扱説明書によると、ワンダフルートは手に入れたものが使うんじゃなくて、その友達が使うことによって機能するって書いてある。んじゃあタケルが持ってるバウ、え、いいの？タケルは友達だバウ。やりー。それより2つ目のなぞなぞコンパスの謎は難しすぎるバウ。うん、確かにそうだよな。大きなメカがひっくり返るとき、へそのゴマを取れ。次の謎はバッチリカメラに収めたっちゅうの。かーかー、何のことだかさっぱりわからない。おはよう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 。かけるくん、何このロボットは。あ、紹介するよ。昨日からおじさんの事務所で働くことになった。ロボタックバウ、よろしくバウ。俺は YST 団員ナンバー2の梅田光太だ。同じくナンバー3、榊茂。ナンバー4、立花美咲よ。よろしくね。うん、 YST ってなんだバウ。ホームズポワロ、なんのその。明智金田一、手のカッパ。あらゆる謎もバシッと解決。正義の味方、ただいま参上。お前らな、どうでもいいけど、学校行かなくていいのか？やばい、遅刻だ。早く行こうぜ。僕も謎解き考えてるからさ、ロボタックも頑張ってよ。じゃあね。行ってらっしゃいまー。助けた亀の恩返し。コート早く。待ってよ。必ずトム君を見つけてあげるどす。本当じゃますか。大丈夫だっちゅうに。つきましては、大亀さん、料金の説明をしますよ。カバトス君。はいはい、どうぞ。マツは10万円とお高いどすが、1日で探し出すどす。マツでお願いするざます。ありがとうございます。チューノー、それではよろしくお願いするざますよ。はい、さあさあ、急ぎましょう、松田40万、松田40万、トム、トム、アメリカンショートヘアのオスの2歳どすか。ああ、これどす、これどす、盗んできた中にいたどすよ。バカ野郎、人聞きの悪いこと言うなっちゅうに。盗んだんじゃなくて、保護をしたんだよ。相変わらず悪どい仕事してるわね。
だーい、高峰桜子、いつの間に来たんですか。呼び捨てはないんじゃない。これでも私は本社幹部よ。あんたたちのボーナスの査定どうしようかな。カバノス君、桜子ちゃんのお肩をおもみもみしなさい。たく、店長代理は桜子に弱いんだから。何がカーカーですか。わかりましたよ。もみ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 、はい、次右、もみもみもみ、気持ちいい。さあ、これでいいですか。ん、あ、大きなメカがひっくり返るとき、へそのゴマを取れ。何これ。大きなメカがひっくり返るってフレーズがどうもわからないんだよな。メカって言ってもいっぱいあるものね。うわっ、こだ。大丈夫。た誰だよ、こんなとこにバナナの皮なんか捨てたやつは。コートがひっくり返ってたーこなんちゃって。あ、それだよ、それ。なんだよ、かけるまでタコだって言うのかよ。違うよ、なぞなぞの方だよ。メカがひっくり返ったら亀になる。さすがは IST のリーダー、大きな亀のへそのゴマを取れってことね。なるほど。ダメロボットのロボタックが私より先になぞなぞコンパスを見つけるとは。あ、大きな亀だ。よし、ひっくり返してへそのゴマを取ろう。何をするの。あ、へそがない。亀は虫類だからへそがないんだった。チェ、行こうぜ。え、あ、こら、待て、おい、私を起こしてくれ。私はひっくり返ると一人では起きられないのだ。待ってちゃった。長男方、そこの人。あ、すまぬが、私を起こしてくださらぬか。あ、昔昔浦島は助けた亀に連れられて、竜宮城に来てみれば。よし、助けてやろう。よっこるしょ。いや、かたじけない。竜宮城へ連れて行ってもらおうか。昔から亀を助ければ竜宮城へ連れてくってのが相場だろうが。あ、いや、それはおとぎ話であって。え、じゃあ金をよこせ。か、あ、そう金を言われても。大きなメカがひっくり返るとき、ん、なはぁ、ランボはよせ。ほら、亀を食え。ああ、ロボタック、ちょうどいいところへ来た。変なおっさんに絡まれておるのだ。助けてくれ。なんだ、ロボタックの知り合いか。そうだバン、原っぱ国からランドツールを探すために来た仲間のカメロックバン。そうか、仲間か。よし、それじゃあ、助けたお礼にお前も俺の探偵事務所で働け。え、それは…ああ、仕方ないか。ランドツールってのは原っぱ国を動かす巨大コンピューターのエネルギー源らしいんだっちゅうに。それが何十年か前に誰かの手によって盗まれたまま行方不明になっとるんです。そのランドツールが見つからないとどうなるの。原っぱ国の全ての機能が停止してしまうんだっちゅうの。ということは、それを手に入れればものすごい金額で売れるってわけね。10兆。いや100兆円はするんじゃねえかっちゅうの。素晴らしいわ。そのためにはこの謎を解いてシュビドバッジを手に入れればいいのね。いや、そうなんですけどね、さっぱりわからないんですよ。簡単じゃない。メカがひっくり返ればカメじゃない。はあ、なるほど。でも亀にはへそはないわ。きっと
大きな亀って大亀って人の名前ね。大亀？あの松十万のおばはんだっちゅうの。わかった、大亀だよ。大亀さんって人の名字だよ。そうか、人間だったらへそある。大亀さんってうちの近所にいるわ。本当に？うん。よし、ロボタックを呼ぼう。うん。ワンダフルートの音だまう。ああ、勝手に足が動くまう。どうしたロボタック。お前ら どこ行くんだ。ロボタックどこ行くんだ。ロボタックどうしたの。カケルが呼んでるまう。なんだか知らないけど面白そう。カップラーメン、カップラーメン。バウバウ、ごめんバウ。お食事中失礼。あ、はい。おへそは毎日洗ってるからごまなんかないざます。あ、ちょっと待って、ちょっと待ってくださいです。ここよ。ダークロー、カバドス、どうしてここに。お前たちも来やがったか。でも外れだっちゅうに。大亀さんにはへそのゴマはないどす。そうまうか。ばっくり。また振り出しに戻っちゃったわね。あんなところに大きな壺が置いてあるバウ。あれは大きな壺じゃなくて大きな亀だよ。大きな亀？あ、動物の亀じゃなくて瀬戸物の亀だったバウ。なるほど、このことだったとしか。へそもあるバウ。ゴマも出たバウ。待つんだぞ。よくぞ謎を解いたぞ。我こそは守備のマッジの番人、マスターランキングだぞ。はあ、また出たバウ。最後の試練を与えるぞ。何なのだあいつは。とにかくレースに勝てばシュビルバッジがもらえるな。そうか。ランキングアリーナオープン。いくバン。準備するぞ、出てらっしゃい。準備するぞ。第2回シビドマッジ争奪レースは割れたら負けよサバイバルレースだぞ。その風船を最後まで割られずに残った者が優勝だぞ。あ、ローダッチの風船だけ小さい。僕が最初にシビドマッジに触ったから小さいバン。レースは30秒後にスタートするから好きなところへ逃げるといいぞ。邪魔だ、毒のしよう。勝負もらった。よし、ここで待ち伏せして割ってやろう。おや、先客がいたか。スタートだぞ。監視するゾウが見張っているから反則はダメだぞ。女性とは戦いたくない。向こうへ行こう。カメロックの風船もらったのし。いや、あない。怪我はありませんか。みんな感激。もうちょっとだったのに。
待て！カメラマン様！危ないところを助けてくれてありがとうぴょん。私、とっても嬉しい。男性にあんなに強く抱きしめられたの初めて。カメラマン様！隠れたって無駄どすよ。力じゃロボットたちには勝てない。生き残るには隠れ通すのが一番ね。こんなところに嫌がったっちゅう。気をつけ。歯を食いしばってピンパンポンペン。かけるくん、こうたくん、しげるくん、みさきちゃん、残念だったな、ちゅうの。カッカッカ。みんな、どこに隠れているバウ。2対1なら絶対に負けねえ。カバドス、磁石チェンジだ。おう、磁石。スライサー、マサカリフォーク。よーし、僕もジーシャーク。あー、バッテリーがまた不足まう。かける、ロボダック、磁石チェンジだ。パワーがみなぎってきたバウ。ジーシャーク。そう、2対1とは卑怯だぞ。ロボタク、助太刀いたす。カメロックジェット。カメロック、うわあ、しまった。ロボタック失格だぞ。すまぬロボタック。これでこっちが断然有利です。残るはカメロックだっちゅうの。ハッカ。割られるわけにはいかん。ジーシャー。硬い甲羅は何のため。愛する者を守るため。気高き闘志、カメロック。貴様も腹っぱ式ロボットだったとすか。カメロック、貴様に負けるわけにはいかないっちゅうに。さあ、くっ、う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 っ、入れ替わってしまった。ああ、まったく何するのすか。カメラズーカ。なんだこりゃ、動けないっちゅうに。あー、ベトベト。今だ。トトおお、なんてこった。やった、カメロック、見事だったぞ。カメロック、さあ、
商品だぞ。ワンダーボックスの前に連れて行ってもらおうか。ワンダーボックス、これに守備バッジをはめればよいのだな。開かぬではないか。鍵穴をよく見るんだぞ。何、鍵穴がもう一つ。ということはもう一個守備バッジがないと開かぬのか。そういうことだぞ。シュビドバッジが欲しければ次のなぞなぞコンパスの謎を解くんだぞ。どうしたのだ。罰ゲームで無人島に飛ばされたバウ。ここはどこよ。何にもないじゃない。ダメ。無人島で本当のサバイバル生活をしてもらうぞ。そんな。いた、忍びまで。カメロック様、助けて。カメロック様。ああいう騒がしいのは苦手であったから助かったよ。これで当分町も静かになるバウね。それは言えてる。謎謎コンパスはわけのわからない記号だらけだバウ。その謎を解く鍵はこの変なおじさん。このおじさんまさか記憶喪失バウか。これじゃますます謎が深まるバウ。鉄腕探偵ロボタ映像巨大スゴロク事件が僕を呼んでいるバウ。